皆さんこんにちは。今回は2022年7月29日に書き込まれた地方の銘菓人気投票をご紹介します。それでは早速ご覧ください。地方のお菓子の人気投票です。皆さんは中毒になるほど好きな銘菓はありますか？いろんな銘菓を知りたいし、皆さんのおすすめも気になります。我こそはという県民の皆様からのひいき目の投票もかです。ごま卵好きなので1票、都民だけどコンビニで買っちゃう。コンビニにあるんだ、いいな。こちら地方だけど、東京バナナは最近たまにモールの食料品売り場の一角に限定品として販売されてる。ごま卵は販売されたことなし。ごま卵食べたことないけど美味しそう。黒ごまプリンとか大好きなんですが口に合うかな？取り寄せできるならしたい。それならめっちゃ合うと思います。ネット通販してるので、ぜひぜひ食べてみてください。公開させません。岩手のカモメの卵に一票。カモメの卵大好き。栗が入ってるのが美味しかった。季節限定の味もあるよね。私が今まで見たのは、みかんとか、ぶどうの味があったなぁ。季節限定で、食べとけばよかったと今公開してる。福岡のチロリアン。これが美味しいんだなぁ。通りもんとか、めんべいが人気だけど。チロリアン見た目可愛いよね。九州の親戚が実家に来るときに、必ず持ってきてくれた。美味しい希少なお菓子チロリアン。チドリアならチロリアンもいいけど、チドリまんじゅうも好き。私もチドリまんじゅう好き。あの皮が美味しい、鳥のマークも可愛いし。鳥のマークは正月になると、その年の干支になるんだよ。名前も干支まんじゅうになって、縁起物として毎年買いに行ってる。太宰府の梅が絵餅。中にあんこ入ってるぺったんこのお餅で、冷凍して温め直してもめちゃくちゃ美味しいです。食べたことない方、ぜひ。食べてみたい。福岡は美味しいものたくさんありますよね。神奈川県民ですが、近所のライフの冷凍コーナーにあるので買って食べています。レンジでチンした後、グリルで少し焼いてから食べるのが好きです。現地には2回ほどお邪魔しました。コロマル終わったらまた行きたいな。できればぜひ焼きたてを食べてほしい。皮がサクサク、一つ120円。太宰府天満宮付近にお店はたくさんあるけど、お店によってあんこの味も違ったから、お腹に余裕があれば食べ比べもいいかも。店ごとに特徴があって、その味の違いを楽しむのもいいよね。ぜひ現地で焼きたてを食べてみてほしい。大好きです。太宰府で初めて焼きたて食べた時、餅が外側はパリッとして、中は柔らかくて、程よいあんこの甘みが馴染んで、一瞬で大好きになったよ。めちゃくちゃ美味しいですよね。空港で買って帰りの飛行機の中で食べたんですが、あまりに美味しくて、その場で出来たてを食べなかったのを後悔。コロマル化が落ち着いたらぜひ現地で出来たてを堪能したいです。今は冷凍のお時々を取り寄せしてます。福岡の雪うさぎ、知ってる人いるかな？パッケージが可愛い。懐かしい。好きだった。赤い目のところが特に。白い恋人。この間久しぶりに食べたら中のホワイトチョコのクリームがまずくなっていた。アラフィフだけど、10代の頃から食べてきたから味の繊維がわかる。ここ数年で食感変わったよね。前の方が好きだった。最近すごく久しぶりに食べてみたんだけど、なんか、何とは言えないんだけど、違うと感じたのはそれだったのか。京都、あじゃり餅。好きです。久しぶりに食べたい。お土産にもらってあまりの美味しさに、しばらく包み紙取っておきました。一昨年まで京都でバスガイドしてたけど、この時見た瞬間一番最初に浮かんできたのがそれ。お店で出来たてが食べられるんだけど、それが本当に別物で美味しい。萩の月。美味しいよね。高いけど、納得だわって毎回思います。凍らすと美味しい気がする。同じメーカーが出してるミトワっていうお菓子が大好き。ラングド社の間にホワイトチョコとメレンゲがサンドされて、サクシュワーな食感でメレンゲ好きにはたまりません。でも宮城県でしか買えないので、家族が出張の時とかに大量に買ってきてもらってます。都内でも買えるようにしてほしい。これ書いた後に調べてみましたが、通販もあることに気づきました。やったー、これからいつでも買える。東京駅のグランスタで売ってる萩の月の姉妹バージョンのやつ、いつも気になるのに高くて諦めちゃう。生クリーム好きにはたまらなさそうなんだよ。萩の調べ、こうですね。これ食べたけど、生クリーム感は一切ないよ。色が白いだけでやっぱり卵というか、萩の月とそんなに変わらない。
もちろん美味しいんだけど。萩の月が好きな貧乏人。シャトレーゼの似たやつを買って食べて我慢している。それでも1個100円ほどだから、それすら贅沢。仙台市民だけど正直萩の月がそんなに人気あったとは、他県の人への手土産は、ひねらずに萩の月でいいのですね。新潟、笹団子。笹団子美味しいね。ちまきも大好き。一時期ハマってお取り寄せしてた。新潟でもいろんな会社あるけど、どこのが美味しいですか？私は江口団子ですね。私はちまき。きな粉つけて食べるやつ。笹団子は東京でも買えるけど、ちまきはなかなか売ってなくて寂しい。笹団子より断然ちまき派。きな粉に砂糖とほんの少し塩を混ぜてちまきにまぶせば絶品。横浜メイカハーバー。有明のハーバー食べてみたい。横浜市民ですが、まあまあ美味しいのでお土産にしても問題はないです。ハーバーは昔の銀紙にくるまった方のがいい。たまにもらい物で昔版のパクリ商品食べると懐かしさがこみ上げてくる。大好き、ほんと好き。神奈川県行ったら必ず買う。山梨県、信玄餅。食べる過程が楽しくて本当に好き。あの風呂敷に一つ一つ包まれてるのが、お土産感があっていいんだよね。本当によくできたお菓子だと思う。広島もみじまんじゅう。何年か前に宮島にあるお店で、出来たてのもみじまんじゅう食べたら、めちゃくちゃ美味しかった。ベビーカステラみたいな甘い香りが周辺に漂っていた。また食べたいなぁ、ほんのり温かいの。錦戸湯のもみじまんじゅうは、広島行く人いたら絶対に頼む。生もみじも最高よ。私も生もみじ派。賞味期限短いから、なかなかお目にかかる機会が。転勤で広島行ったら自分のために買いたいです。生もみじ食べたら、普通のもみじまんじゅう食べれない。私は生もみじはバターっぽい感じが苦手。もみじまんじゅうの方があっさりしてて好き。揚げもみじも美味しいよ。宮島行った時食べた。鹿児島、カスタ丼。じゃ鹿児島。めちゃくちゃわかる。美味しくて取り寄せたまにしてる。萩の月とどう違うのかうまく説明できないけど、うまい。萩の月よりカスタードクリームが滑らかだよ。萩の月のは少しもタッとザラッとしてるの。私はどちらも好きだけど、もう好みによるね。私は、萩の月よりカスタ丼が好き。最初に食べたのが、カスタ丼だからかな。萩の月は小さいよね。萩の月が卵感強くてクリームが少し固めの印象。カスタ丼は柔らかめのカスタードクリームという印象かな。福島、ママドール。ママドール大好き、程よい甘さ。あんもしっとりしていて美味しい。私もママドール大好き、ここの会社が出してるエキソンパイもめちゃくちゃ美味しい。ママドールは子供に人気、エキソンパイは大人向けって感じ。もちろんどっちも美味しい。ママドール美味しいけど、三万石はエキソンパイとくるみゆべしが相当美味しい。ゆべしに至っては、他社で出してるどのゆべしよりも美味しいと思ってる。個人的見解です。山形県、おしどりミルクケーキ。美味しいよね。コーヒーのお供に最高。茨城県水戸、吉原電柱。これ、埼玉県では五花棒って名前で売ってます。私は五花棒のファンです。体にいいお菓子だよね。こんな素朴なの好きだわ。あら、美味しそう。地味だからこればかにしてたけど、食べてみたら意外に美味しくてハマりました。千葉の落花生パイ、美味しい。オランダ屋のお菓子は、どれも美味しいよね。わあ、これ美味しそう。ネットで買えるかな？買ってみよう。ありがとう教えてくれて。千葉に住んでた時、あまりに美味しくて家に常にストックしてた、落花生以外の、季節ごとに出る果物などの味も美味しいよね。懐かしいなぁ。千葉なら、ナゴミルクもおすすめ。浜松の揚げ塩って名前のクッキー。揚げ塩、美味しいよね。三日日サービスエリアで小さい袋のが売っていたから、一度に食べるのにちょうどよかった。300円くらい。大きい袋だと美味しくて食べすぎちゃう。揚げ塩、期間限定のチョコがすっごく美味しかった。普通の揚げ塩より好き。私はイマイチだった。もちろん美味しいのだけれども、普通のチョコクッキー味になっちゃった。浜松はうなぎパイとかじいちろうのバウムクーヘンが好き。和歌山県田辺市、デラックスケーキ。これ、ガルちゃんでおすすめされてたから、高島屋の名家百選で買ったら美味しかった。意外と甘さ控えめで食べやすくていいね。これ美味しいよね。前私もガルでおすすめしたことある。食べたことあるよ。甘いよね。そしてめっちゃカロリー高かった記憶。
包み紙がレトロでいい感じ。和歌山だー、和歌山も大好き。このケーキ好き。和歌山なら田辺っ子っていうお菓子も美味しいよ。鳩サブレ。サブレはどこにでもあるけど、鳩サブレでしか味わえない美味しさがあって好き。鳩サブレの豊島屋さん、本社のある鎌倉の駅前のビル買い上げて中国の新色を抑えたり、海岸のネーム券も買ったけど、あえて名前は変えずに維持してると聞いてからすごく応援してる。青森、朝の発行だ。先週の旅サラダを見てから、すごく興味を持っています。なんやかんやプレーンが一番美味しいよ。京都のお土産でもらった、ジャノカラングド社が美味しすぎてお取り寄せしてます。私もです。京都に行った時に試食で1枚くれて、食べて美味しかったのでたまーに通販してます。送料無料が2000円だったかな？品数はそう多くはないけど買いやすいんですよね。美味しいですよね。月1京都出張に行く上司が3個入りのやつをいつも買ってきてくれます。季節限定の味とかパッケージもあって毎回楽しみです。これの夏バージョンも好きです。ロイズの生チョコレート。ロイズは強い、安くてうまい。他のチョコレートに比べて安いのに一番美味しい。香り付けにシャンパンを使ったバージョンが好き。佐賀から、佐賀錦。佐賀錦、美味しいよね。佐賀錦好き、同じ佐賀から、小炉饅頭からつもをします。好き、佐賀って実は美味しいお菓子あるような気がする。佐賀は砂糖ロードのおかげで甘いものが美味しいよね。お土産じゃないけどボーロとか好きだよ。鎌倉のくるみっこおすすめです。パッケージの地味さと美味しさのミスマッチがいいよね。同僚からもらって衝撃を受け、後日朝9時に待機してネット販売で切り落としを買ってしまった。美味しかったです。でも、もう少し安いと助かる。山口のういろう。以前いただいた時、プルンプルンで感動したの覚えています。山口のはわらび粉なんですよね。うおう食べたい。新参者ですが、札幌の宇学校のリンゴを挟んだバターサンド。新千歳空港にしか売ってない。いいなぁ、食べてみたい。新千歳でしか買えないっていうのもまたプレミアっぽいね。運がいいとたまにデパートの北海道物産店で出会える。そんな希少なもんとは知らず、普通のクッキーだけ買って帰ってきてしまった。これ、売り切れてて買えなかったー。初めて見たけど、すごく美味しそう。旦那が出張に行った時に、買ってきてくれました。私はレーズンのものよりこっちの方が好き。また食べたい。仙台、菊福。ほうじ茶とずんだが個人的にはおすすめ。ずんだと生クリーム最高の組み合わせ、大好き。大分湯布院、三つえもん。これが人気だわ。好き、美味しいよね。大分土産はいつもこれ買ってました。でも定番のザビエルの美味しさはわからなかった。大分だー、大分土産ならザビエルが有名だけど、私はドンフランシスコが好き。福島県、ゆべし。甘じょっぱくてお茶と合う。ゆべしといえば、菅野屋のあんこ入りが好き。群馬の旅ガラス。大好きです。三重県の安永餅。職場のお土産でもらうと嬉しかった。美味しいよね。赤福も好きだけど、安永餅もすっごく美味しい。個包装だしスティック状で食べやすい。三重県のお餅なら、赤福&安永餅&変馬餅を推したい。どれもすごく美味しい。ギャル曽根が美味しいと言ってたので、サービスエリアで買ったら素朴で美味しかった。鎌倉、半月。これかなりボリュームありますよね。鳩サブレーも大きめだし、鎌倉の人は太っ腹なのかしら。美味しいけど、腹いっぱいになっちゃう。岐阜中津川、川上や栗きんとん。愛媛県ポエム、好き。シャトレーゼに似た名前のありますよね。シャトレーゼのリエムは名前は愛媛のポエムで、中身は小内のかんざしだと思う。かんざしも美味しい。長野県、雷鳥の里。大好きすぎて愛知県から買いに行ってます。ややいかつめの見た目と違って、ミルク感が美味しいよね。食べたことないけど、多分タイプ。すごい好き、でもなかなか手に入らないから、サラバンド食べてる、こちらも負けず劣らず美味しい。長崎、福沢屋のカステラ。ザラメ部分がまた美味しいのよ。いろんなデパートに売り場があるので、長崎の銘菓だという意識がない。私は2個入りのキューブを重宝してる。北海道のバターサンドは有名だけど、個人的には苫小牧のハスカップバターサンドの方が好き。冷凍してから食べるのが好き。佐賀のブラックモンブラン。アイスクリーム企画のスペシャルブラックモンブランも美味。全国で買えるようにしてくれ。愛媛県霧の森大福。
名古屋、美濃中ごっさま。あじゃり餅みたいなもちもち皮にこしあん。もなかしか食べたことない、美味しそう。三重の伊勢名物赤福。もう私は中毒になっています。博多ブラブラ。福岡の人間じゃないけど、昔から好きなんだよ。三重の赤福みたいですね。赤福と比べると、ほんのりあんに塩を感じるのと、お餅感が強いです。青森県、気になるリンゴ。修学旅行に行った時買った。懐かしい。ずっと気になりつつ買ってなかった。美味しいなら買ってみよう。リョートピー。旅行大好きだから、お土産の参考にします。最近好評だったのは大阪のエーモンチー。黒豆の入ったマドレーヌです。五感のお菓子だね。和歌山、かげろう。アイスも大好き。兵庫芦屋、エレファントリング。香川県白栄堂、観音寺まんじゅう。そこでしかほぼ買えない。日持ちが短くて通販も一切していない。和菓子足す洋菓子割るにみたいな、優しい味わい。通販してるよ。ネットじゃなくて、電話注文&郵便振り替えだけだけど、美味しいよね。ほんとだ、観音寺に電話かけるんだね。教えてくださってありがとう。北海道苫小牧、良いとまけ。日本一食べづらいお菓子、でも、個包装のは食べやすいよ。長崎、よりより。似たのもあるけど、よりよりじゃなきゃダメなの。硬いお菓子苦手だけど、よりよりは大好き。私と岐阜が大好きで、義実家にお土産持って行っては二人でゴリゴリ食べてる。ここまででまだ出てないなんて、熊本、神代湖。固めたあんこと柔らかい牛皮がマッチしてうまいのよ。日清堂の泡おこし。大阪に住んでるおばさんのお土産がいつもこれで楽しみにしてた。近くでなかなか売っていないけど見つけた時は必ず買う。ほんのり生姜の香りがして好きです。地味だけどすごく好き。癖になる。鳥取の稲葉の白うさぎ、しっとりしててめちゃ美味しいよ。白あんが入ってるの。熊本の黒糖ドーナツ棒。冷凍庫で冷やして食べても美味しいですよ。熊本県天草市のコッパ餅。写真は焼く前。私はトースターで焼いて食べる。なんとも言えない味で止まらない。味の想像がつかない。お餅なの？焼いた状態がこの写真です。煮干しして乾燥させたさつまいもが原料で自然なお芋の甘さで美味しいです。広島因島の八朔ゼリー。凍らせて食べても美味しいよ。広島の国広屋の洋紙ケーキ。ガルかどこかで見て、気になってお取り寄せしたら美味しかった。ブランデーケーキというよりブランデーカステラ。びしょびしょなくらいブランデーが染み込んでて甘いけど、ブラックコーヒーにめちゃくちゃ合う。美味しいよね。今東京に住んでるんだけど、広島に帰ったら2袋買って帰るし親から送ってもらったりもする。冷やして食べるのが好き。鹿児島県カスタ丼。鹿児島はカルカンでしょ。カルカン饅頭もいいですよね。一応高級品扱いだとカルカンの方かも。マイナーだけどイコ餅もいい。なんとも言えないもち米の風味たまらんね。大好きです。水戸の梅結構好きです。好き嫌い分かれるかな？旅館のお茶受けで出てきてカルチャーショックだった。買って帰りました。これ中は何なの？餅？餅を赤じそでくるんでるのかな？白あんを牛皮でくるんだものを赤じそで包んであるよ。新潟ポッポ焼き。もちもちしてて素朴な味で。一度しか食べたことないけど、衝撃を受けました。また食べに行きたいなぁ。私も大好きだけどポッポ焼きは名家じゃなくて駄菓子だと思う。屋台スイーツだよね。B 級グルメに近い。富山の月世界。初めて持った時、軽すぎて箱の中身入れ忘れてるのかと思った。私もこれ大好き。我が家では年に数回取り寄せています。沖縄の久米島から、味噌クッキーおすすめです。見た目も味も素朴だけど、味噌のコクと小麦粉の香ばしさがさっくり美味しいよ。沖縄でも知名度低くて悲しい。まだ出てないの？金沢の中田や金つば。美味しかった。出張土産でいただくと嬉しかった。以上となります。視聴者の皆様がおすすめできるメーカーをコメント欄で教えていただけると嬉しいです。四国民の私はうちのばあちゃんがコエムをよく食べていたこともありおすすめします。レモン味美味しいです。今後も有益なトピックスを中心に紹介していきますのでご興味ありましたら高評価チャンネル登録お願いします。この度は最後までご視聴ありがとうございました。